バリリウムはイグアノドン類の恐竜の属の一つ。もともとはリチャード・ライデッカーによってイグアノドンとして1888年に記載されていた。模式種 B 同世代一種のみで知られる。模式種の種小名は発見者であるチャールズ・ドーソンへの懸命による。中部同士2010年にデビッド・ノーマンによる細分類で親族として独立した。俗名は古代ギリシャ語で。 重い蝶骨を意味する。同年、ケネスカー・ペンターと、石田祐介によって親族トリリオンが記載されたが、バリリウムの新山動物異名となった。イングランドのイーストサセックスにあるストリート・レナーズ、オンシー近郊で発見された二つの部分骨格で知られる。白紀前期、バランギニアン中期のデーガン層で発見された。 ライデッカーは新タイプシリーズ BMNHR798、798R、803から805、806、798ビット、802、802、A&799 から801に基づいて記載した。ノーマンは同士ナマック R798 と左腸骨 R802 をレクトタイプに選んだ。 ヒップセロスピヌスと共存していたバリリウムは全長8メートルと推定される堅牢イグアノドン類だった。バリリウムは脊椎と座骨の特徴、サイズ、そして構造からヒップセロスピヌスと区別される。例えば、バリリウムはヒップセロスピヌスよりも堅牢で短い神経棘を特徴とする大きなカンプトサウルスに似た椎骨があるがヒップセロスピヌスは長く狭く 鋭角に傾斜した神経とけで知られている。ありがとうございます。